ベネッセまあ今あのベネッセ全体として考えているそのインオーガニックっていうかまあ新領域への挑戦はですね、はい まあ、そういう先の自分の市場、それから自分の持っているスキル、うん、はい、それをどちらかを実にしながらですね,ですね、はい、広がっていこうと、はい、いうことで、一つはやはりそのまあ僕らが持っている教育介護、うん、これを海外にやっぱり出す、出していくいいです、ね、はい、これをまずぜひこの際ですね、あの我々としては取り組んでいかなきゃいけない。あのいや、それは本当に素晴らしいお話だと思ってまして、日本って今一億人っていうマーケットなんですけど。 1>, 1億人って多分2三3 0年前なら結構でかいマーケットなんですけど今となってはとてつもなく小さいマーケットですっていう話を結構していまして GAFA、うん、とかが時価総額がめちゃめちゃ高いとで,、えー、とで次中国企業ですよねとで日本企業は全然この30年時価総額上げられなかったっていう時に僕は一つの理由は簡単でマーケットのサイズの差なんですっていう話をしてるんですもちろんんんそれだだけけでではははははなないいいすががとはいえ私は実はその日本本企業が本当当にに伸びていくには当たり前なんだけど、うん 外に出ててていいくくとうのはすごく重要だと理解してましま、うん、特にあの実はあのまさにベネッセさんが持っているような介護とか教育のきめ細かいサービスとかっていうのは、うん、あの日本が一番まず課題なわけですけど世界中で間違いなく課題になるわけで実はすすごく可能性がありますよね,すね、はい、なかなかこう医療機器の経営で特にその探索が新しいところって難しいんですが、はいまあ、まずその方向性は出したというところなんですが、はい、とはいうものの。 やはりこれからの,そのどうやってこれをですね、えー、組織として本当にその伸ばしていくのか、はい、なかなか難しいとは思ってるんですけど、はい、その辺についてなんかこう私実は一つは多分介護領域も教育もそうだと思うんですけどやっぱりこれから圧倒的にデジタルが入ってくるという理解なんですね。で,ねで,で私実は領域の件の時に最近申し上げてるのは探索と進化で探索の方が大事ですと。で実はですね探索って あの人間でででなないとできないときすね、うん、つまり失敗してもある程度チャレンジするとか、うん、腹落ちしてどんどんこう自分が見てないものを見ていくって、うん、これ人間じゃないとできないんですね。うんうん、で進化って実は結構な部分がこの現状のものを磨き込んで効率化していくことなんで意外と AI とかデジタルででできるんですよねそこの忙しい部分を知の進化の部分を。 デジタルで取ってあげると、うん、人間ってもっと余った時間やリソースを探索に振り分けられる,るの、うん、はずなんですね。なんで実は僕はあの個人的にはあの企業の DX っていうのは賛成でして、うんうん、まあ小規事業の進化、新領域の挑戦ということを、はい、まあ大きく打ち出したのと同時に、二つまあ我々のその組織能力としてですね、えー、上げなくちゃいけないことは多分二つあるだろうということを言ってまして、その一つが当然。 で DX をすることによって、まあ、会社の,その基本的なその力をですねさらにアップしないとこれはもう絶対ダメだと。はい、からもう一つはやっぱ人の成長ですね2番目の方は後でちょっと詳しくまた、はいろいろお聞きしたいと思ってるんですけど DX に関してはですね例えば親権ゼミなんか見てもですね、はい、今子供お子さんのです、ね、小学生で6割中学生7割はもうタブレットで。 学校もですね結局。あのー いろんなそのプラットフォームを使ってですね先生とお子供たちの間の会話もすべてコミュニケーションそういうことで全部、ねはい、それたまたま今あの高校なんかで今半分以上のシェア持っているプラットフォームっていうのはクラッシーっていうのがあるんですけども、ねはい、これはあのベネッセが提供をしてるんですね。うん、であとまあ小中学校でもご存知のようにギガスクールー等でですねこれからもうタブレットをどんどん使うということでまあ我々もそれにその合うようなそのコンテンツとかそういうものをどんどんやっていくということで、うん、まあ そういうい我々にとってその今既存のビジネスをですね伸ばすのは今回例えばコロナで Zoom とか Teams みたいなオンラインコミュニケーションがまさにね、はい、すごくあの伸びたわけですよねでもう世界中で定着しちゃったとでこれはもう当然コロナ終わってもなくならないんでそうすると何が起きるかっていうと5年以内ぐらいに Zoom とかのコミュニケーションに自動翻訳が乗るんですよ。はい、はい そうすると何が起きるかというと我々が日本語でしゃべったことをドイツ人はドイツ語で受け取りドイツ人がドイツ語でしゃべったことを日本人は日本語で受け取るっていう時代がもう来てしまうんですよ間違いなく。今新ししいいベネ,ベネッセのののとてて考えてるのは社会人の教育なんですよやっぱりあこれまあうちの,あの社会人の教育やってる連中があ,のあるところから見つけてきた資料なんですけれども。 日本の社会人というのはアアジア一大人が勉強しない国もう、はい、みんなそのアジアのいろんな国の人たちはですねです自分で勉強をして何かその次のキャリアを作るとかですねそういうことに時間を使っているのに、はいはい、日本の日本人の大人社会人はもう一切勉強してないと。うん、で これがまあある意味ま日本のですね非常に大きな問題だというような話をしていてまあそんな中でですね今あのベネッセがあのやってるビジネスの一つでユーデミっていうユーデミあれユーデミってベネッセあのベネッセがやってるというかアメリカの当然ベンチャーなんですけれどもでユーデミのまあ日本のビジネスはですねあの全部これベネッセが今やってるんですそれでこのユーデミを使って要するに社会人のそのもうまあある意味この勉強をササポートする 世界中で今ーデミは5,000万人ぐらい勉強してるのかな、うん、ですからすごい勢いで今伸びてるんですけどね。はいはい、環境が不確実になってきてるんで皆さんちょっとこのままだと本当に危ないっていう、うん、このままずっと会社にいて上から来た仕事をこなしてるだけだと、うん、自分がキャリアとして生き残れないぞっていうことに、うんまあ、気付いてる方がうちのビジネスクに来てくださってたんですけど、はい、そういった方がもっと今増えてまして、うん、あと雇用もこれからめえてい あのメンバーシップ型からジョブ型になってきますんで、はい、そうすると皆さん絶対勉強が必要なんですよね。我々の,このビジネス、まあ、まずはその社会人の教育、はい、で,できればやっぱ教育をすることだけで勉強しただけではきっとみんな満足しないはずなんですよね、えー、やはり勉強したらその次やはりそれを試したいし、うん、新ししいいキャリアに進みたそうなってくるとその教育というものとその ある意味こう人材ビジネスですねやっぱりこう人をどういうふうにその新しいキャリアに紹介をしていくかとその人に新しいチャレンジをしてもらうか、まあ、そういうこれはまあ会社側もいろんなニーズがあるでしょうし個人も多分ニーズが間違いなくなくるはずなんですね、まあ、人材ビジネスだけはもう今当然今大変な大きなビジネスに当然なってるわけですけどもこれと教育をその一緒にするっていうことが多分これからのですねモデルとして僕は非常に重要になってくる,る僕は結構その人材系の会社も結構 付き合いがあるんですけど、うん、そういうところから最近すごい講演を頼まれるんですよ、うん、で、彼らは逆に人材系なんで彼らに動いてもらうあお客さんそういう人たちに人に動いてもらうためには、うん、教育が必要だと思ってるんですで、逆に多分あのメデスさんは今教育でずっとや,やってきたからそこのを使って人を動かしていこうっていうで、やっぱりつながってるわけですよねこれはやっぱり絶対必然的に私一緒になると思いますねこのビジネスは、うん、生まれた時の子供から大人から 最後年、ね、を取るまで人生をこうそのままこう全部サポートするのがベースサロのミッションの一つだっていうのは私の理解なんですけどまあ,あの今まではどちらかというと学生中心の教育だったわけですけれども、はい、これで社会人がこう入ってきます、ねはい、要するにおっしゃられるように、まあ、今介護がありますから、うん、最後のところがありますから、はい、ですから、まあ、要するにその人生をそのずっと人の一生をです、ね、サポートするビジネスとして。 まあ、ベネッセっていうのがそのある意味世界一の会社になるという、うん、まあこういうそのビジョンがあればみんなワク若ワくするんじゃないでワクワクすか、ね。